さあ攻守の方向入れ替わりました。これよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。さあそして福岡大学フォースダウン4の状況、フィールドボールにトライを切り替えます。ここで確実に3点を狙いたい西南学院、止められるか。キック成功、3点獲得です。福岡大学ここは確実にフィールドゴール決めまして、さらに3点リードを追加しました。福岡大学24点、西南学院大学14点、その差10点と変わりました。花さんは酸欠になるという気持ち分かります。私も喉が本当に怪しいです。ラグビーさんのメッセージ、ナイスディフェンス西南学院ですね。本当に西南学院もよく耐えているという感はありますが、しかし福岡大学の勢いが止まりません。さあしかし西南もオフェンスにおいては圧倒的な力を見せています。この反撃シリーズも注目です。福岡大学のキックオフで試合再開です。このキックオフ外へ出ました。反則となります。西南学院は自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。さあここから西南学院押し返し状況を再び自分たちの流れに切り替えることに成功するでしょうか。ボールを自陣35ヤードから西南学院大学ファーストアウト。ナイス。34番オプションプレーのピッチを受けまして右奥を展開し、タックルをかわして約4ヤードから5ヤードのゲインに変えています。西南学院もオフェンスは粘りを見せております。西南学院セカンドダウン3、ファッサークォーターバックジャクラン、素晴らしい速さのプレイアクションパスをワイドレシーバー2番に通しまして攻撃権更新です。西南学院ファッサー、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られております。見事なプレイアクションパスでした。素晴らしいテクニックを披露しましたのはクォーターバックの16番のプレイヤー、高橋です。小倉高校出身3回生、それを取りましたワイドレシーバーは2番の大野でした。新宮高校出身の4回生です。さあ試合再開です。西南学院相手陣49ヤードからファーストアウト。ナイスカッチ、ファッサー、クォーターバック16番プレッシャーを浴びながら中央付近へのパス、これをワイドレシーバー15番セリエジャが見事キャッチしまして攻撃権更新です。西南学院大学ファッサー、この状況で見事なパスを投じましたのはクォーターバックの16番の高橋です。小倉高校出身の3回生、それを取りましたのは同じく3回生の熊木でした。さあ勢いづいてきましたが西南学院ファーストダウン。
ップ16番、今度は1番にパスを通しまして約9ヤードのゲインに変えています。さあ、西南学院のオフェンスがリズムよく展開されております。先ほど取りましたのは古川でした。西南学院大学セカンドダウン2。さあ、ここでオプションプレー、クォーターバック自ら行ったが、これは福岡大止めました。ここから譲りません。ここは失います。サーダウンに持ち込みます。西南学院大学サーダウン2、ボールオン相手陣20ヤード。パス不成功。ここをパスで突破図らんというところでしたが、これは福岡大学ナイスディフェンス。レシーバーをカバーしておりまして、パスが通せませんでした。フォースダウンに変わります。さあ、西南学院プレーいきます。フォースダウンギャンブル。ここでランを入れた。攻撃権更新、ギャンブル最高のフォースダウン。ここでランプレーを決めました。密集点にライン枠41番飛び込みまして攻撃権更新です。西南学院ファスター、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。凄まじい白熱した攻防戦になっております。技術そして肉弾戦含めた凄まじい攻防戦です。さあ、試合再開となります。西南学院ファーストダウンを獲得しています。ボールオンは相手陣17ヤード。福岡大学16番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。ここで値千金のインターセプトを決めましたのは福岡大学16番のプレイヤーです。大橋2回生、素晴らしいプレーを決めました。さあ、タッチバックとなりましたのでボールオンは自陣20ヤードからの攻撃になります。福岡大学ファーストアンテン。このパスは不成功。まずパスプレーから入りました。しかしこれはレシーバー、ボールが手につかずパス不成功となっています。福岡大学セカンドダウン10。ここでトリック
キーなランプレーを展開しました。左方向にピッシュしましたが、そこから右奥へのオフタックでカウンターを切るトリックプレー、おそらくスカウティングから生まれたデザインプレーです。これを見事決めました29番攻撃権更新です。福岡大学ファスター、見事このプレーを決めましたのは福岡大学29番の戸地です。松江東高校出身の3回生。福岡大学ファーストダウン10。今度は左オフタックレのランペ、左バック10番相手タックルをかわしながら約3ヤードゲインとしています。10番は加賀です。北条高、失礼しました、3回生のプレイヤーです。内側に切り込んできたレシーバーにパスをヒットさせまして、攻撃権更新です。福岡大学ファスター。さあ福岡大学の攻撃が続きます。フィールド中央付近までボールを戻してまいりました。ボールオンは自陣43ヤードから福岡大学ファスターアンテ。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤードバッタイシーファーストダウン、やり直しとなります。ボールオンは福岡大学陣38ヤードに変わりまして、ファーストダウン15で試合再開です。ビッグゲームファースト。ここで福岡大学カウンタードを展開しました。一瞬逆を突くようにランニングバック10番にボールを託しまして、10番一気に中央切れ込んで攻撃権更新です。福岡大学ファスター。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。双方とも集中力そして体力の限界を競うような戦いにもなっております。さあ試合再開となります。福岡大学相手陣39ヤードからファーストダウン10。パスはしかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。背後からの不正なブロックがありました。
ボールを持っているチームは相手を後ろから当たってはいけます。相手の後ろに当たってはいけません。10ヤードばったりとなります。ゲインはしていますが、結果的には交代する形になります。反則発生点から10ヤード下がりました。1からのファーストダウンやり直しです。従いましてファーストダウン7で試合再開です。福岡大学ファーストダウン7。ここでクォーターバックキープを展開しました。クォーターバック自身は右オープンを展開するように縦に切れ替えまして約4ヤードのゲインに変えています。さあここへ来てクォーターバック11番の大前のランが出始めました。福岡大学セカンドラウンド3、ボールオン相手陣23ヤード、失礼しました33ヤード。これは西南学院ナイスディフェンス。先ほどのカウンタードローを再び逆サイドに展開しようとしましたが、これは西南学院大学66番見事対応しましてロスタックルに変えています。見事な対応しましたが、西南学院大学66番の竹、1回生のプレイヤーです。霞ヶ丘高校出身。福岡大学サードダウン7、さあここヒッチパスからのキャッチアンダーで展開しようとしましたが、このプレーはゲインしていますがフォースダウンに変わります。ここで西南学院が後半1回目のタイムアウトを取ります。おそらく西南学院はこの残り10点の得点を狙うためにできるだけ時間を確保したいという判断でここでタイムアウトを取りました。得点差が10点ということは少なくとも2回得点機がなければいけないということを意味します。残り時間を考えますとその2回を確保するための時間としてはかなり厳しい状況にすでになっています。その判断からのタイムアウトです。ハル様、そうですね、現地になかなか赴くことができない方々にとってはこういった映像が必要であるというふうには私も思っております。さあタイムアウトを解けましてフォースダウンの状況、福岡大学フィードゴールに変わります。キックレングス50ヤードのフィードゴール、さあどうなるか。しかしこのキックは失敗です。フィードゴール失敗、距離はありました、しかし左にそれまして失敗となりました。結果的に福岡大学このシリーズは無得点に終わりました。さあ残り時間3分27秒という状況で西南学院大学の攻撃に変わります。その差10点、どのようなプレーを持ってくるか西南学院。クォーターバック16番パスを投じると下がりましたがプレッシャーありまして急遽スクラムのランに変えました。左オープンに展開しまして約6ヤードのゲインに変えております。ダウン表示誤っておりまして申し訳ございませんでした。西南学院セカンドダウン4、パス不成功。
ここで手前にカットバックを切りました。ワイドレシーバーにパスを投じましたが、しかしディフェンスのカバーありましてパス成功になっています。西南学院サードに変わります。さあ4ヤード突破を狙うでしょうか、あるいは一気に立ち合うか。このボールをディフェンス選手オフェンス交錯しながらパスカットチップ、その浮いたボールを最終的に落ちる前に6番がキャッチしましてインターセプト成立です。攻守交代ターンオーバー。カットした選手は確認できず申し訳ありませんが、最終的にインターセプトを決めたのは6番の江口でした。大牟田高校出身4回生。攻撃権福岡大に変わります。福岡大学ファーストアンテン。さあ抜けていく、ナイスファーストを受けました。ランディーバック一旦外に振るかと見せましたが、10番そこから縦に切り上がりまして攻撃権更新です。ここから約ファスター。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。しかし鮮やかなランを決めましたのはランディーバック10番でした。加賀工場高校とお読みさせていただきます。3回生です。した攻防戦ですが、その試合も残り時間2分32秒となりました。いよいよ終幕の時が近づいてきております。試合再開です。福岡大学ボールオン自陣48ヤードからファーストアウンテン。オプションプレーに対してディフェンスラインマン一気にプレッシャーをかけてこのプレーをロスと変えました。素晴らしいタックルをしましたのは66番のプレイヤーです。まだ西南学院諦めておりません。5ヤードロスです。66番は竹、1回生のプレイヤー素晴らしいプレーを見せています。福岡大学セカンドダウン15の状況。ビッグゲイン。しかしここでイエローフラッグが投じられています。
オフェンスの反則です。無資格捕球者のダウンフィールドの手の侵入でした。オフェンスチームはパスコースに出られる選手に制限があります。特に背番号50番から79番の選手は出ることができません。この反則がありまして5ヤード抜退する形になります。福岡大学セカンドラウンド20で試合再開。さあクォーターバックランプレーに転じようとしましたが、これは2ヤードのゲインでとどまっております。ここでホイッスル。西南学院ここで後半2回目のタイムアウトを使います。まもなくタイムアウト解けまして試合再開になります。試合再開です。福岡大学サーダウン18。これ西南すべてのタイムアウトを使います。さあタイムアウトを解けましてフォースダウン20の状況で福岡大学の攻撃です。パントフォーメーションを取ります。ここで福岡大学が蹴りました。パントは絶妙のバウンドを持ちまして西南学院大学陣1ヤードの線でゴールデンと、この試合公式交代となります。西南学院大学残り19秒の攻撃シリーズ始まります。自陣1ヤードからファーストダウン10。パス不成功です。
まず左に展開した2番にロングパスを投じましたが、これをキャッチできませんでした。セカンドダウンに変わります。西南学院セカンドダウン10、試合時間残り13秒。パス不成功。ここで奥に走り込んだ18番にめがけてロングパスを投じましたが、オーバースローです。サードダウンに変わります。西南学院サードダウン10、試合時間残り7秒。パス成功。攻撃権更新です。パス。さあチェーンがセットしますとすぐにプレーが始まります。ここでキュービーサックササにボールをフランブルしました。それを抑えました53番、そのまま一気にエンドゾーン持ち込んでタッチダウン。ここで試合終了となりました。最後は福岡大学53番の素晴らしいファンブルビターがタッチダウンでこの試合は終了となりました。西南学院大学14点、福岡大学30点で福岡大学の勝利となりました。序盤の苦しい状況を見事乗り越えまして逆転で勝利をつかみました。素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。そして西南大学も非常に素晴らしい戦いを見せておりましたが、惜しくもこの試合敗戦となりまして3位という形になりました。しかし三強にふさわしい戦いぶりは見事でした。ナイスファイトでした。
たし、これを糧として再びゴールを目指していただきたいと思います。ナイスファイトでした。夜半遅くにわたる試合になりましたが、多くの方々にご覧いただくことに、いただけましたこと大変感謝申し上げます。少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは無論だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かしたスタープレイヤーが打たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだつわものが突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちろんして九州学生アメリカンフットボールのディビジョン1の試合は全て終了という形になりました。この地に集いました6校はこれからこの謳歌しました時期を超えまして、ひとときの静寂の冬を迎えます。そして彼らはこの伏流放送の時を経まして、やがて訪れる開花開校の春を謳歌し、試練鍛錬の夏を乗り越え、再び激闘の秋に挑みます。その果てにこの本会の地に訪れることができるのは果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信を終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は九州学生アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。
その配信を実施いたしましたのは私道楽屋リシャでした。機会叶いましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。